今回はこうすれば解けた平成29年度電検3種のシリーズとして機械科目の問い17について解説したいと思います。問い17の内容を見ていきますと、均等拡散面とみなせる半径 0.3 メートルの円盤光源があると。円盤光源の厚さは無視できるものとし、円盤光源の片面のみが発光する。円盤光源中心における放線方向の高度は2000カンデラであると。鉛直角シーター方向の高度 I は I イコール I0 コサインシーターで表される。そして全光速は F イコール πI0 で与えられるものとするということであります。均等拡散面というのはどういうことかといいますと、これは発光面全体が均等に光っているものであるということを言っております。そしてこの半径がここが 0.3 メーターであるということを言っております。それでは実際に中を確認していきましょう。まず図1に示すように、この円盤光源を部屋の天井面に取り付けたと。そして、床面を照らす方向で部屋の照明を行った。床面 B 点における水平面照度の値を選びなさいということであります。また、この B 点から、円盤光源の中心を見たときの、輝度の値として最も近いものを選びなさい。では、まず、この B 点における水平面照度を求めてみたいと思います。水平面照度というのは何かと言いますと、B 点でこの垂直方向、この方向の照度であります。B 点に届く光というのは、この斜めのこのラインで届いてくる光です。この斜めの方向そのものを見たものを放線照度というふうに言います。では、ここの照度はどういうふうに計算できるかということを考えてみますと、水平面照度は距離の逆事乗の法則というふうに求めることができます。ではまずこの大元の高度 I0 コサインシータはいくつかというのを求める必要があります。この大元の照度はコサインシータが、この部分ですので、これは2000をルート2で割ったのが I0 コサインシータになります。これは1対1対ルート2の関係でありますので、コサインシータですから、これはルート2分の1になります。ですので I0 コサインシータはルート2分の2000ということになります。さて、それではここの距離はいくつになるかといいますと、これは今言ったように1対1対ルート2ですので、ここの距離は 2.8 ルート2メーターということになります。これが距離です。そしてさらにもう一個考えなければいけないのは、水平面照度でありますから、この斜めから入ってきたうちの一部が垂直に、反射するといったことになります。ではここの割合はどうなるかといいますと、この割合はこの三角形で考えます。ここが角度θです。そういたしますと、これは関係は全く同じであることが分かりますでしょうか。つまりここの三角形で考えたときも1対1対ルート2なわけであります。ですのでこの放線照度のルート2分の1が水平面照度ということになるわけであります。では実際にこの水平面照度を求めますと、これはどのように求めるかというと、元の高度がルート2分の2000であります。それの距離の逆事乗ですから、
2.8 ルート2の次乗分の1と。そしてこれが放射線度です。それのさらにルート2分の1ということになるわけであります。ですので、ルート2が2つですから、これが2と。さらに、ルート2の次乗ということで、4と。そして、2.8 の次乗ということになります。これを計算いたしますと、63.78 ルックスということになります。ですので、選択肢で見ますと、まあ、およそ64ということで、この2つのどちらかが正しいといったことになるわけであります。では続いてもう一つの、問いの、輝度の値はいくつかということです。輝度の値というのはどうやって求めるかというと、この発光源の高度 I をこの見かけの面積で割ったものが輝度になります。そしてポイントは、この発光面は均等拡散面であるということです。この問題で言っているのは B 点から見たものと言っておりますが、この円盤光源は均等に光っておりますので、斜めから見ようと真下から見ようと、輝度というのは眩しさです。眩しさは変わりません。ですので、最も簡単な解き方は、この円盤光源を真下から見た時の輝度を求めてしまうのが最も簡単です。眩しさは変わらないわけですから、真下からだろうが斜めからだろうが変わらないんです。均等光源ですから。ですので真下からので求めてしまいましょう。それを求めるにはどういうふうに計算すればいいかと言いますと、真下からだと高度は2000カンデラです。そしてこの円盤光源の見た目の面積はどうなるかというと、これは半径 0.3 メートルの円ですから、この面積 A は 0.3×0.3×3.14 です。そして高度が2000ですから、輝度は L は A 分の I0 ということで、0.09×3.14 0.3 の次乗ですから 0.09×3.14 分の2000ということで、これを計算しますと7080ということになります。ではカンデラパー平方メーターですね。ということで、答えはこれということで、括弧2番が正しいということになります。はい、いかがでしたでしょうか。まず、この水平面照度の考え方というのは、これはもうほとんどベクトルの考え方そのものとも言って過言ではありません。最大のポイントは、この照度は距離の逆次乗の法則であると。これが最大のポイントであります。光源の高度からその点までの距離の次乗で割ると。そうしたしますと、その点の放射線照度が求まります。そこから水平面照度ですから、水平面に反射する光の割合を求める必要があると。これは三角形の比の考え方でわかります。逆に言うと、ベクトルの考え方と言えるでしょう。そして次の輝度の考え方。これは光源の高度を見かけの面積で割る。本来であればその方向の高度で割るんですが、今回与えられたのが均等拡散面であるというところが最大のポイントです。光源からは均等に光が出ているわけですから、どの角度で見ても光源そのものの輝度は変わりません。ここが最大のポイントになります。これらのことを踏まえて、この括弧 A の問題。この括弧 A の問題というのは、照明の問題の中ではかなり良い問題と言えます。様々な要素が含まれておりますので、ぜひ繰り返し学習してください。次回は括弧 B について解説したいと思います。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。